はい、どうも、ナヨです。今回は合同式のまた面白い式を持ってきました。それがこちらになります。はい、このような式、つまり連立合同方程式、これを解いてみようということになります。はい、早速なんですが、これを解いてみましょう。はい、まず連立方程式の解く要領のように丸1丸2とします。はい、まず丸1の両辺をマイナス3で引くと次のようになります。そしてこう0ですね。はい、4で割ると余りが0になると言ってます。0割る4は余り0なので、 x-3 も4で割ると余り0でなければなりません。 x-3 と合同0だからですね。 4を法としてそうなっているので、このような式が出てきます。したがって x-3 も4の倍数でないといけないですね。4で割って余りが0なので、したがってこのようになりました。この時にこの合同のこのマークが普通のイコールになってあることに注意してください。そしてあとは丸2に代入するとこうですね。ここにこいつを代入します。するとはい、このようにはい、代入した形からマイナス3を両辺で引いてあげる、3を両辺で引いてあげますね。なんでマイナス3という計算すると 4K 合同2になります。はい、これは元7の世界ですね。7を法元にして考えてます。そしてここはい、7元7なので、はい、別に7の差を取ってもよかったですね。なのでここ、このようにしてもよかったと思います。ここ差が 7K ですね。なのでこのようになりますね。端っこと端っこ見るとマイナス 3K と合同2になります。はい、したがってこのようになることから、これ両辺足してあげるとこのようになりました。つまり K っていうものは7で割ると余りが4にならなければなりません。はい、そのような数はまあ、K イコール4とかですね。これ7で割ると余りが4なので、はい、したがって K イコール4っていうふうに出すことができました。まあこれは1つの解なので本当はまあ一般的になりますけどね。はい、例えばこのように書かれるのではないでしょうか。 M は整数ですね。そしてちなみにですね、ここなんですけども、別にこの解き方でなくても、このここ見てみてもこのようになって、この一軸定方程式を解くっていう感じでも構いません。この場合は K イコール、このように K イコール4と M イコール2を代入すると、はい、一つの整数解を求めることができました。はい、この一軸定方程式の、はい、一組の整数解の求め方っていうのは前回の動画や前々回の動画、こちらの動画で解説してますね。ですがここはまあ暗算でなんとか K イコール4と M イコール2って出すことができました。しかしここでこのように解いて K イコール4って出した方がちょっとなんか合同式の応用をしているっぽいですね。なのでこちらをちょっと採用しました。はい、ここで K イコール4が出たので、ここに代入してあげるとこうですね。ここ代入してあげると x イコール19と出てきました。はい、この19は4で割ると余りが3ですね。4416も3だから、そして7で割ると7に14だから、はい、余りが5になって、ちゃんと上の連立合同方程式を満たす解となっております。そしてここ x は19なのですが、こうですね、ここ K の値がそもそも一般化できましたね。なのでこれをここに代入して、このように一般化を出すこともできます。マイナス1を代入すると X の値がマイナス11とかなってしまって、
負の値になるのでなるべく正の値が出したいということで、はい、マイナス1はとりあえずなしにして0からですね。だから0代入した時の19、1代入した時の1代入した時の47とかそういったのが解になります。しかし、はい、ここで面白いことにこれとこれの最小公倍数ですね、今回は最小公倍数が、はい、28となりました。この0から28の間にただ一つ存在するというふうに言うこともできます。はい、この連立合同方程式っていうのは実はこのようにここの元ですね、この元の部分の最小公倍数これ以内の中で解がただ一つ存在するというような言い方ができます。はい、これ実は中国常用の定理と呼ばれる超有名な定理なんですね。それの一番簡単なバージョンというものをご紹介しました。はい、一般的に次のようなことが言えます。はい、このようにここの A と B が合同でなければなりません。そしてこれはモッド G ですね。で G とは何かっていうと M1 と M2 の最大公約数です。この最大公約数を法として A と B が合同である、このような時にこの連立合同方程式の解が存在します。そしてはい、そして L を法としてただ一つ存在します。解というものがただ一つ存在します。 L は M1 と M2 の最小公倍数です。でこの F を法としてただ一つ存在するってどういうことなのかっていうと、先ほどのここですね、はい、先ほどの例題のように3と5とこう4となんですね。この3と5が1を法として合同である、まあ、1っていうものはもう何に対しても合同なのでこう互いにそうでも成り立つのですが、1は4と7の最大公約数ですね。4と7が互いにそうなのでこれが成り立つ時に解が存在します。なので存在しますね。そしてこの4と7っていうものの最小公倍数っていうものは28ですね。28を法としてただ一つの解が存在します。この28は4と7の最小公倍数ですね。先ほどの解ってこの解っていうものは x イコール19でした。この19っていうものは28を法として、つまりこの0から28の間に一つ存在するということが確かめられます。これを、はい、中国常用の定理というんですけども、これの一般的な解法とかこういったものの証明というものを次回の動画以降でご紹介したいと思います。今回はこの連立合同方程式の簡単な計算方法というものをご紹介しました。はい、では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。